こんにちは、松です。今日は12月2日なんですけど、金の価格が大きく反発しました。1770ドルから1810ドルまで40ドル上がりました。以前も言いましたが、200日移動平均線を大きく下回ってたんで、ちょっとね、売られすぎだったんです。200日移動平均線はだいたい1800ドルにあったんですけど、ここを大きく割っちゃって1765ドルまで落ちたんです。さすがにこれは売られすぎです。通常はドル安になると金の価格が上昇するっていう逆相関なんですけど、今回の売りは相関しちゃってたんです。ドル安になってさらに金安になってたんです。赤い線が金価格で、青い線がドルインデックスなんですけど、左端のところが相関しちゃってますよね。なんで相関してしまったかというと、金の内部要因が影響してるんです。金の内部要因というのは、例えば、金の需給関係です。今回なんでこんなにも下がってしまったかというと、金の ETF が大きく減少したからです。ですので、金の価格はドル安とかドル高とか、こういう要因だけではないんですよ。結局、大事なのは、金の現物が売れているか売れていないか、ここなんです。ここが一番重要なんです。金の先物価格は、投機的な目的でピュンと上がってしまいますけど、結局は金の現物が買われていないと下がってきちゃうんです。こういうのが金の内部要因なんですけど、11月は金の ETF が大きく減少していたんですけど、12月に入ってから金の ETF の残高の減少が止まりました。将来の金の価格に対して弱気になっていた人が売っちゃって、それが一巡したっていうことでしょうね。11月中旬ぐらいからワクチンのニュースがたくさん出てきたんで、それでこのまま経済が順調に成長するって判断して金を売ってしまっていたんです。ですが、金の動向はそれだけで決まるわけじゃないですからね。金融緩和によってドルをジャブジャブ出してきましたけど、この後始末をどうすんでしょうねっていうところが抜けてるんですよ。ドル安になったりインフレになったりする可能性が大きいと思うんですけど、これからどうすんでしょうねっていう視点を持った方がいいんです。ですので、昨日みたいにドル安になって金の価格が上昇すると、このような逆相関で来年は動くんじゃないかなって私は思ってます。まだ大統領は決まっていませんけど、もしバイデン政権になったら、イエレンさんが財務長官です。イエレンさんは以前、アメリカの中央銀行の議長だったんですけど、ハト派なんです。ハト派っていうのは金融緩和派です。つまりドル、ジャブジャブ派なんです。ですので、イエレンさんが現議長であるパウエルさんに、もうちょっと金融緩和やってよっていうね、内々で話し合えるんですよ。ですので、金にとってはバイデン政権は悪くはないですけど、日本にとっては良くないでしょうね。バイデンさんは親中派なんで、どうなるか心配です。では今回はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。